セラナバンクとは、ニカラグアの東部360キロメートル、カリブ海にある干渉と小さな島からなる、コロンビア領の干渉である。最も大きく突出した、サウスウェスト系に、コロンビア政府が建てた灯台がある。以前、軍事基地があり、かつて、キューバと対立していた間は、アメリカ海兵隊が使っていた。現在は、部分的に破壊されている。セラナバンクは、 船の墓場としても知られており、1526年スペイン船がこの章でナンパし船が沈没した。生存者の乗組員のペドロセラの船長ら3人のうち1人は死亡。生き残ったセラの船長ら2人はボートでこの干渉から脱出をしようとした。1534年に救出されるまでの8年間漂流生活をしていたという。 セラの船長の敬意を表して、1545年、オランダの地図上に、セラの船長の名をこの干渉に与えた。1660年に、イギリスの海賊ジョン・グラバーが大部分の干渉を図に、している。1972年アメリカとコロンビアとの間で、いくつかの省の主権を認める条約に調印したが、1981年に、この条件は、有効となり、 1982年アメリカはコロンビアに干渉を返還した。現在セラナバンクはロブスターの漁師が訪れるほか、カメの漁師がナロー系に住んでおり、木の小屋が岩礁にある。セラナバンクへの上陸は特別な許可が必要である。ありがとうございます。